絞ったらいいのかな、はい、音を絞ったらいいのかな、そうですね、はい、というわけで、はい、始まりました、空飛ぶ感激部、第何回ですか、第5回でございます、5回目、5回目、もうすぐ半年じゃない、次でもう半年じゃないですか、意外と続きましたね、意外と続きましたね、そんな言うていいんですよ、テンションの問題だと思うんで、頑張ったなっていう感じです、ああ、まあでもだからね、別にね、もうやめろっていう人おらへんからね。許してもらえない。そうそうそう。もうだからお前らにお金払われへんぞやめてまえみたいな人がいるわけじゃないじゃないですか。こういうニューストリームって自分らが未然に切れば何ぼでも続けれるから。こっち側の問題。そうそう、こっちのモチベーションの問題。だってずっとラジオなんかもう71回。ええ。何年やってんの？1年ちょい週1で。すごいね。すごい。それすごいね、すごいでしょ、うん、SP このまで100回ですか、ね、100回、やりゃできんだよ、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、はい、というわけで、はい、始まってますね、ずいぶん始まってます、自己紹介は、あ、そうだ、そうです、した方がいいんじゃないですか、じゃあ、学会ナンバーワンの泉です、よろしくお願いします、いやー、ナンバーツーの立花です、よろしくお願いします、中井ナンバースリーの竹野ブレイス、よろしくお願いします、そして本日のゲストでございます、はい、ゲスト学会、はい、ゲスト学会ナンバー11、おー、あ、11、了解です、サッパできる、お、なんであんまりなめんつよ全然誰もバス通せなさそうな、全然したことない、湯崎大地です、お願いします、本日テーマなんですが、はい、劇場から巡る階段ということで、うん、テーマをつけさせていただきました、うん、はい、何かと言いますと、まあまあ、劇場にね、行って割と怖い話とかあるじゃないですか、を、ちょっとね、近藤秀さんに語っていただいたのがあるので、はい、それを見て、それを、ね、これは実体験の話なんですけど、はい、それを見てみんなでブラッシュアップしていって、劇場から育たせていこう。どういうこと？消化させて。させていこう。何やったらものすごいよくできたらなんかこれ都市伝説で広まったりする。いいっすね。広めよう。広めよう。広めていこう。巡らしていこうじゃないの。なるほど。いい。劇場から巡る階段ということに。よし。はい。つけさせていただきました。じゃあそれは早速見ていきますか。そうですね、だからその秀さん、これを元ネタにして、うん、ブラッシュアップとかしていこうじゃないかって元ネタの階段を元ネタ、はい、もう完成度高そうだけどな、秀さんそうですね、どうなんでしょう、そうですね、しゃべりで何しゃべりで、何しゃべりで怖い話好きやからな、そうなんです、めっちゃ好きやあれやね、たぶん見えるのかな、すごい好きなのよ、不動の力の持ち主なんですね、もうね、だからなんか怖い話っぽいことしたらちょっと喜んで入ってくるから、ね、どうしたどうしたって、でね、それはね、説明し始めるのよ、それはこうこうこうだからって説明し始める怖い話を分析し始めるから妖怪みたいな説明じじい、妖怪説明じじい、そう、妖怪ウォッチですよ、ね、そうそう、ショッカーって説明じじい、キレシが出てくる、ファニーファニーな感じでキレシがわーっつって、いらない、はい、見ましょう、見ましょう、ぜひぜひ、じゃあちょっと流してみてください、キレシさんの悪口、はい、皆さんこんにちは、いやもしくはおはようございます、いやひょっとしたら見る時間帯によってはこんばんはかな、おはこんばんちはなんつって、どうもいつも同じ毛髪の量でおなじみ近藤秀です、今回はですね実際に私が体験した不思議な話を少ししたいと思います、どれぐらい前でしょう、ね、十数年以上は前のことやと思うんですけど、とある劇団さんの公演にゲスト出演した際の仕込み日に起こったことなんですけども、当時
小木町ミュージアムスクエアという劇場がありまして、 OMS とまあ愛称で呼ばれておりましたけど、そこで本番の前日に舞台美術を設営したり照明釣り込んだり客席を作り上げたりする仕込み日という日を設けているんで、普通設けられてそれで公演を行うんですけど、その仕込み日に起きたことです。僕はまあ男ですので舞台上の美術班のお手伝いに回されておりまして、舞台上でいろいろ美術組み上げたりとかしてたんですけども、この際に同時進行で制作さんたちがですね客席作りをしてたんです。扇町ミュージアムスクエアの客席でご存知の方も多いかと思いますが、長箱とか長箱って呼ばれてる箱馬がつながったような横長の箱の椅子、箱型の椅子を数個並べて3人掛けぐらいできるんですけど、1つにつきそこに、そのサイズと同じサイズの座布団を敷いて、で何列か作って、それより後ろはパイプ椅子にしてというような客席作りをしてた時、ふとそっちに目やってちょっと気になって、なんか視界に入ってきて、舞台上の仕込み中にふと気になって見てみたんですけど、赤い服を着た女の人がその敷いた設営した客席の長箱馬の上だけ選んで飛び石飛ぶようにポンポンポンと移動していくのが見えたんです。普通に考えたらおかしいことなんですけど、なんとなしに気になってなんとなく見てしまった。でも違和感に気づけなくて、まあ、せめて思ったことといえば、せっかく敷いた設営した客席に何飛び石みたいにぴょんぴょん上歩いてんの、あいつ非常識やなと思いながら作業に戻るといった感じなんです。ずいぶん時間経ってからそんなわけないなって、わざわざ設営したところにそんな風な歩き方をするお手伝いさんがいるわけがない、誰も注意してなかったし周りも。でそんな、そもそも赤い服を着たお手伝いさんはその座組にいなかったとなって、あ、なんか変なものを見てしまったんだなと随分後になって改めて気づいたというお話でございます。皆様お楽しみいただけましたでしょうか。これからもこの感激三昧の空飛ぶ演劇部、どうぞご愛顧よろしくお願いします。近藤秀司でした。間違ってた。タイトル間違ってた。感激部ですね。演劇部言いましたね。ちゃん。秀司さんあれらしいですね。この歌女子芸人芝居終わって。まあ、実際の現実のまあ生活に戻ってお給料が2万減ったらしいですよ。え？それ怖い話。怖い話。この間つぼに入ってた。いろんなことがあったけど、最も驚いたことは僕の給料が2万下がったことだって書いてた。理由わからない。どうしたよね。どうしたよね。そうそうそう。切ない。2万前かな。そう、2万前や。2万の時の秀司はあんな感じです。2万減った後の秀司はもうちょっとなんかまた違う言い方です。まあいいじゃないですか。実際いじり通しすぎる。なるほどね。随分完成されてたけど、どうなんですかね。はい、割とって感じで持っていったイメージもあったんです。そうですね、なんか不思議な話ではあるけど、そこまでうわーみたいな話が、なんか実は4人だったんですみたいなあるよ。分からないけど、ちょっと間置いて言う感じのやつで、あんなんあったんやなと思いますよね。だから嘘つくやげていくってこと。それはだから立花君が今回だから立花君が役者やん。一番役者一番役者やん。一番立花君からやんねんね。やるんです、最終的に。そうなんです、この趣旨を多分聞いてる人何してるんで。まあいいですか。とりあえず今あったやつ、今あった秀司さんのとても怖い話を、あの話もっと、僕もちょっとこう終わってすぐちょっと文句言っちゃったけど、なんかこういうのをもっと変えたらいいのになとかいうのをちょっと言っていって、もうしっかりした話として、しちゃおうじゃない。そうそう。で、それがブラッシュアップされてるから、もう秀司さんの話じゃなくて、僕らの家も聞いては、立花君の話をしたっていう。
そうなんですけど。俺はだからそれを、ま、毎年毎年夏になったら、なんかみんなに言ったらいい。それで百物まで。いや、ええけど、絶対、絶対あかんと思うよ。なんか。まあ、みたいなことや、ね、うん、まあ、そういうことや、怖い話できる役者にしてくれるんやろ、みんなが。だからそうそうそう、一応目標は、ね、として目標はね、はい、じゃあブラッシュアップするんやろ、そうですね、どこからブラッシュアップしていこうか、ところで まず元々まとめます、スタートから。お、はい、まとめましょう。最初まずこれは画面の前の話なんですけど、うん、で、うん、もう一回とあるべきなんですよね。仕込みにお手伝い OMS して、これ大事大事、ね、劇場で仕込みの説明があって、うん、でそこであの長箱、うん、ベンチみたいなですね、難しい、こんなんですね、うん、椅子席じゃなくて、オープンが満席の時一番前とか言うベンチ席に、ね、ウィングとかじゃなくて、あれをトントンとこの客席座れるように座るのを置いていくのに、トントンと女の子がいましたよ、うん、であとその時は何も感じなかったけど、あとあと気づいたら、うん、あ、赤いワンピース、赤い服を着た女の子、ワンピース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 ですよ、ね、これなぜいきなりこんな、はい、そうですね、ワンピースがいいですよ、ね、その辺りしてるのがいいかなと思って、で、どんどんあとあと考えたら、そんな女の子はいなかったっていう話、うんうん、どこが肝なんですか、劇場の人に後で話を聞くと実はみたいなことにすれば怖いとかよ、さすがやね、さすがやねってすんか、そんなはここさか頑張ります。場所としては OMS じゃないですか。そうですね、 OMSで、あの行くとき、泉の広場から歩いていくんで、はいはい、泉ね、泉の広場に実は有名な階段が、ああ、何でしたっけ、赤いですよね、あ、そうそうです、そうです、女の人で話しかけた、俺それ知らん、違う、それです、どっちどっち、僕が知っているのは、なんか泉の広場あるでしょ、あそこなんかちょっと陰気な感じするじゃないですか、うん、昔ね、階層前とかもっと上くらい、なんかそこ雰囲気もあったりとか、まあでも風俗もなんか、お呼び、ゴミとかもおるから、まあそういうのでなんか人の念が集まるような場所ではあるのかもしれない。場所的にも、うん、あかんじゃん、風水的に。竜が集まる。竜が集まったら多分いい感じになる。そうですね。で、ここで来たって嫌やなと思って、なんかわからんけど、あの娘さん、娘さんのお姉さんがおって、うん、でお姉さんがなんかちょっとこう下向いとったみたいな感じになって、うん、で、その人がなんか気になるけど、まあ普通やろ。だから急に動けんくなって、そんな自分が男の子やったら俺階段下手やなそんな途中でなんかこのまま行ったら当たるけど、お姉さんに当たられるの嬉しいからなんかちょっとこのまま知らんふりして歩いたら当たるやん、嬉しいなと思って歩いていって途中ぐらいで やばいおーおーおー、なんか何か分からんけどやばい、あかんあかんあかんってなって、変えようと思ったけど、変え動かへんって、はあ、動かへんし、でも当たるし、あ、でも当たったら絶対やばいっていう感じになって、ずっと必死に思いで避けたら、スッと向こうに行かはって、あ、よかったと思って、でちょっと歩いて行って、あ、なんともないわ、後ろ振り向いたら、その女の人にガッと乗って、で、その目をこう、うわーっと低かったのをこう開いてたけど、その目が黒目しかなかったんですよ。ほんで、なんか呪われるみたいな話が、これが序章や、序章なに、で、そういう話があって、で、なんかその話を経て、また別の女の子がブログなんかネットに上げてて、同じことがあったと、その時は女の人同士だったからぶつかるどうこうじゃなくて、もう動けへん、やばいって思ってた時に手をガッてつかまれて、で、とにかく違う泉の広場からあっちの方、駅の方にね、梅田の方に歩かされて、ここまで来たら大丈夫っていう感じまで連れて行かれて、その男の人に、う
偶然なんか私はそういうテレパシーみたいなの受けれたからよかったけどみたいな、何言ってんのって感じだったけど、絶対もうあそこには行くの、バイト先はあそこなんです、絶対行くの死んだんだっていう話があって、その人が見た女の人も真っ黒の黒飯の面で見たいな、その話。黒目の、なんかね、赤い服の女の人が時々いるって、どこに何するわけでもないみたいな話だったって、それはなんか写真とかに写ってたらして、それは心理写真怖なってきたそうなんですよ、でも赤いっていうのね、私も聞いたことが、ね、そうそう、だから、あ、そうそうそうですよねって思ったんですよ、でも実態は何も、その赤い女の人が何なのかっていうのが分かんないじゃないですか。私そこまでだからそんなに詳しく覚えてないよね。あのね、実はこんな話があったって話で出回ってるわけじゃなくて、うん、赤い女がおるらしいみたいな噂がバンバン広がってる状態で、都市伝説じゃないですか、すでにまさに実態がないんですよ、あんまり、あの牛の首みたいな、ああ、なるほど、はい、その話なんやねん、なんやねん、触れたらか触れたらかすごい怖いらしいみたいな、サメジマジキみたいな、本体はないみたいな劇場の階段とか都市伝説あるじゃないですか、うん、よく言うじゃないですか、うん、なんか女の子が走ったとか、うん、ラップ音を出してどうやあれでも実際のどこの劇場でどの話っていうなんか聞いたことあります。OMS はバラシさんがいるんですよ、いたんですよね。え、どうですか。いや、あの、私も人から聞いてるのでそんなに詳しくは知らないんですけど、バラシさん、バラシさんっていう方がいらっしゃって、その公演のバラシの時に、あの、誰も知らない人が一人混じってる、へー、で手伝ってくれはるんですよ。ものすごいいい方なんですけど、でもあの人誰やったんって言ったら誰も知らないっていう方が結構なんか、あの、そうそう、端っこで布畳んでるから、わらしさんっていう人がいたんだよっていうのは聞いたことあるんです。わらし系ですね、うん、そう、いい人、いい公園には現れるみたいな。ウィング上手さんかな、上手さん、なんか聞いたことある。ウィングフィールド、ウィング、ただあんまり詳しいこと覚えてないけど、あ、でも楽屋通じそうそうそう、あ、あ、足跡がするかも、なんか、あ、来たことあります、ありました、ありました、それ来たことある、ウイング、階段、学園の学園と繋がってる階段がなんかあかんらしい、あかんっていうか、あの辺になんかいるらしい、確かにあそこから転げ落ちてなんかああいう感じもありましたね、よう落ちるらしい、うん、わかんないですね、それ関係してるかどうかなんかわかんないです、なんか平台があって、うん、そう、あの、階層前の、あ、2階、地上にやった時は、あ、まだ、あの、階層する前に一瞬で仕上げた、一瞬で仕上げた、平台の時は、平台が積んで、奥に積んであるのが、片付けてる、持ってる手がいるんですよ。うわ、あの、平台片付けよったら、持ってる手、平台をこう持ってこう動かしてる手が見えるんですね。ほんで、あの、あ、片付けてはるわーって言って手伝おうと思って行ったら、その日が壁とこれぐらいのところに座って、うぇーって言って、そんな入れられへんよ、裏張りに手だけが直せるっていう、リチですよね、すごい。そうなんですよ、平台さん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 。でもクラは、その、改装前のクラはなんかいるみたいなのはなんか聞いたことありますけど、本番中に舞台の、その舞台がちょっと上がってたじゃないですか、はいはい、のその舞台と客席のその隙間というか、あの第一列のところをなんか子供がへーって走るとか、なんか、うん、いるみたいなのは聞いて、なんか改装前は結構いたよっていう聞いたことはあるんですけど、改装後は知らない。もうすぐ怖がってないんですけど、大丈夫か、それで、ね、まあ、歌もいますよ。マジっすか。いや、実はこれの打ち合わせしてるときに、はい、竹野さんなんか階段ないの、僕も全然ないから、竹野さんないのって、いや、1個あるんですよ、うん、で、
多分それですね。それですよ。後でじゃあコーナーでそれをやりますんで。でも私もちょっと暗い気はあるのでナイスありがとうございます。いやでもまあまあ怖いな。一心寺はね、まあお寺だからね。で無縁仏じゃないですか。あ、そうだ。そうなんですよ。誰でもやから、もう死んだ人をみんな集まってくるよ。お金さえ払ったら、そういう名前を書いた札を出してくれる。仏像とかも持っていったら、それで仏像を作ってくれる。へぇ、そうなんですね。っていう意味では、すごく集まりやすい場所なんだなと。そうだね、そうね。うん。いや、でも、みんなありがたい感じで来てるんだよ。そうやった。よかったって落ち着けるわ。なんか楽しんでやってるみたいな感じで来てくれてた。あれはなんか戊辰戦争の時に確かに、はい、死んじゃって大阪でちょっとどこかでやった時に、うん、亡くなった人を弔ったから、それ以降だからそういう生き残りの人とかも全部どんどん落ちるみたいなでやったんと思うんです。だから入り口のところに名前分からへんけど、会津藩士の墓みたいなのを見たんですよ。あ、そう、聞いてたんですね。あそこで死んでた人を、そうやって言ってもらったからっていうのが、そういうことやりたいんですから、ね、はい、名前も知らない人たちをちゃんと、それが縁で、どんどん行くことにしましょうみたいな。あそこでそういう会津藩士戊辰戦争の芝居みたいなのがちょっと、あれやばいですね。触ってしますよね。逆こと言います。あの方ですね。ちょっと違うねんけど。そうではなかったんけど。自分なり。それはあれで、アイホールでよく、アイホールって有岡城の後にいたんで、今ね、あれ NHK の。そうですね、カンベル。隣が。すごいいろんな人登っていかん。なんか城の後やからさ、なんかよう出てるんですか。お墓も裏あるんですね。あの方がお寺です。あ、そうでしたっけ。そこはだから、信長に反乱を起こして、鎮圧された人の城やったんですけど、ブラキャラです。それはだからあれらしいんですけど、武者の兵がそこに出てくるらしいっていうことが、マクセピスタチオビビームとかそこで出てくることになったっていう話を聞いたことがあるんですけど、やっぱりそういう時代的もやるとそういうのを呼び寄せるんですよね。まあでも怖い話してもらってくる。すいません。徹夜会談。人が亡くなるとかそういう話。でもなんか最近の話、大概人が亡くなる。まあまあ。もう。因縁があるんですね。土地にね。因縁があるとなんとなく怖い感じ。そういうマッチングがあると、その球で出る。その球で。徹夜会談なんて、お岩さんやった人亡くなるとか。だから食い目今やばい。食い目四谷階段の話でしょ。柴崎コーナー。それアーカイブ残ってたら嫌やな。でもだから百物語とかで絶対お祓い行ってからやるはずでしょ。こういうのも絶対集まってくる。だからちょうどその食い目っていうその怖い映画の話の、うん、なんかラジオで今日仕事中聞いてたんだけど、やっぱり全員揃ってその神社と三つぐらいに行くって言ってて、それも全員揃ってじゃないですか。一人勝てたら、勝てたってなんか、その人がなんかなったら嫌やからって言ってて、それ理由の場合そういう、まあお芝居も結構ね、なんかそういうのもあるから、どうもやっぱ行ってた方がいいかな。ホラー公園でお祓い行きましたよ。行きました。どうでしょう、なんかありました。いや、だからお祓い行ってたんで、そのお祓い行った公園は大丈夫やった。うん、行ってない公園は、そうやわ。どうですか。めっちゃ、めっちゃ関係ない。お祓い行ってないとある公園はちょっとやばかったっていうのがあって、それはまたちょっと
ちょっと事件があった公演の時にはお笑いは行ってなかった行ってなかったお笑い行くような公演でもないんかなっていうような公演だったあでもねよく考えたら行ってた方が良かったかなへそれが一心じゃったあーへえいやもうそこはぐらいにしたいと思うぐらいにしといたらいいですかねちょっと分かんないんですけど分かんないんですけど言うてもいい全然大丈夫ですか大丈夫大丈夫あの富士見の下道です富士見の下道美術で怪我された方もいらっしゃいましたっていう話って思ったんですかっていうの もちろんあったんですけど美術で怪我されてそのゲネプロが途中で止まったっていうこともあったんですけどそれ以外にもその本番中にその安定になってであのまあ言うたら、一番最初ですよねあの開演安定になりましたやあの役者が位置につきますっていう時に、ゲドウ その美術が、真ん中が一個こうポンと抜けてたんですよねあの なんて言ったらいいか奈落っていうか なんて言ったらいいか私が今ものすごいそうです花道じゃないけど花道そうですこうポッと出てると花道の、まあ、奥まで抜けないパターンちょっとだけお立ち台みたいなでそこに役者が一人おるっていう、オープニングやったんですけどその、まあ、女の子やったんですけどねその子があの出ていく時に自分の前にもう一人おったって言うんですよおーほー絶対もう一人その花道に行った子がおったんだけどあのなんで私の前に行くねんって思ったけどパッてついてみたら誰もおらんかったっていうのはかあとあのその時にあのいやそれとねもう一個だけですあのオープニングの映像があったんですけど、あれいつやったかなかその公演の回数は分かんないですけどとある1回であのカラーだった映像が唐突にモノクロでそれは怖いそれは怖いですねでそう もう裏は騒然ですよなんか知らんけどみんなモノクロやってねそのあの映像を実は出してたあの Q を出してたのが私だったんですよね、うんうんうん、であの言うたら後ろのブースでポチってやったら白黒で映ってでもあの後ろであの何やってんねん龍崎って私のせいにされててお前なんでやねんされて違う私何にも知らない何にも知らない普通に再生ボタンを押しただけやのになんか知らんけど白黒で映ってでいやその時はあの言うたら一回しか見てないお客さんなんで白黒かカラーか分かんないんですよだからあの、まあ、白黒は白黒で味があっていいよねみたいな感じでその回は終わったんですけどもうあの裏知ってる人間はそうかなやねんそれは技術的なものじゃなくてそれが実は分かんなくて次再生したら普通にそうなんですカラーでその次の公演多分夜公演があったんであの絶対確認しろって確認したけど結局カラーで出て白黒で出たその理由は分からないパソコンからですね DVD から出してたと思いますもしかしたら何か理由があるのかもしれないんですけどね ありますそんなありえなくはないですけどもなったことはないですね熱持つとか何かあるんかなってなんかみんなで言ってたんですけど色信号とね軌道信号が別なんで一応 VHS やったら設計式とかあの MTS とか色信号は抜けたらなるんですけどただ端子は1個のはずなんでそんなことって別にないんで映像端子で両方まとめて入れるはずやったらあ、ね、映像音ですね、三本やとしてもね、うん、あんまり考えにくいけど、ただ、うん、色信号が死んだ現状として色信号が死んだ、うん、なんでそうなったか確かに分かんないです竹田さんが分かる死んだやつが戻ってるとかでしょそうです、うん、だからおかしいな、うん、これって色信号が出るようになったやったら分かる、ずっとずっと出るとかねいやこのやつ、この放送が始まる前にあんなにないって言ってたりとか違いますよこれだけこのほんとこれだけ出るわいやそんなことってたら十分、まあ、あそこにいた人たち全員知ってるんで、うんうん、あの
イメージンポターの人たちは全員多分喋れますけど。そう、いやでも貴重なお話いただいた上で、ね、大丈夫。俺全然関係ない。秀さんの話元にしてる。大丈夫大丈夫。作っちゃう。でもそういうことですよ。今の話からするはもともと活性の地だったみたいなことです。大木町公園で誰かが戦ったみたいなこと。いいのか。大木町公園はもともとお墓やったとかにしたらいいんですか。調べたらすぐ分かるから。でもそれこそずれた泉の広場の若い人使ったり、うん、そうそうそう、あとは出張してきた、出張ちょっと近いにやってきて。そうか。でもタワーとかいいんですけど、タワー建物、建物官邸とか官邸、うん、官邸はでもテレビ局もよう出るっていうね。そうそうそう、ああいう電波が集まるとかでよくある。それこそデジタルライトビル、昔旧社屋はの方が近いんじゃないですか。一緒ぐらいか。一緒ぐらい。一緒ぐらいですね、多分ね。じゃあ、なんかそういうのは。デジタルライトビル、関係の元々の。旧社屋は、あの町の横になる前に元にそこだったところ、そこがすごい高いですね、地下とか。ああ、そこ怖いですね。電波塔みたいな、電波塔みたいなビル。それが作用して、赤い女の子。なんかオーディションやってみた。昔 OMS のオーディションを。テレビの方がいいんじゃないですか。テレビのオーディション。ちょっとなんかこう電波の旧シャンプーと新シャンプーが並立してた時期があったんで、移行期間があったんで、その期間その公演がいつの公演やったか、前十何年前に公開してあるから、その期間にかぶってたことにしてですね。ちょうどその移動する期間の間に、だから電波が両方使われてた時期があって、ちょっとこの電波とこの電波がここで怒りの発言が起こって、泉の広場と繋がる。そうね。だから霊が電波で移動するみたいなのがやりやすくなってしまったせいで、泉の広場の霊がそこに。霊が集まりすくなってて、泉広場に来てたんじゃないの。少女が遊びに来て、戻れなくなって、今泉広場をさばいてる。いいですね。少女から大人に黒目になっちゃったっつって。じゃあ逆、そうか、来たんじゃない。そこに落ちたのが、OMS に落ちたのがそっちに行っちゃったんです。そっちの方が現実的。なるほどね。戻れなくなって、劇場なくなって。これどっから話していたいの。確かに知らん。だから劇場もなくなってしまい、それはだから今頑張って作ってるのは後から聞いたらの部分や。後半一番全部振るだけ振って最後にもう種明かしの。そうそう、でもそれを全部3分でまとめなかった。3分短い。バカじゃない。フィニッシュも3分以上しないですよ。さらっとできるようにしたらさらっとなんかね。そうか、だからあれやね、本当に泉の広場の女の人は公園にその呪いを呪ってるんじゃなくて、実は帰りたがって、連れてきてくれるのを探かわいそうな女の子がいるかもしれない。かわいそうな女の子がいる。いや、いいと思います、ピンと。ただでもその帰りたがってとかいろんな念、怨念みたいなのやるじゃないですか。それはきっとそのやっぱり怖いところの基盤な気はしますけど、そういう念がないと人ってやっぱりこうそこにとどまらない。一番にやつって一番くれにならない。一番にゃん。そうですね。スタートしましょう。うん、名前何します？え、どういうことですか？名前。これ主人公に名前をつけても赤い女で十分だと。赤いよ、ね。うん。いや、俺もそう。赤いよ。赤いよ。タイトル決まりましたね。赤い。赤い。キャストは？キャスト？キャスト？どうするの？それを見るの男の子。まあ男性。男性は見たらいいかな。男性でいいんですか。自分で始まるじゃん。これこの間見たやつ。いや、聞いた話の方がいい。先輩に聞いたみたいな。先輩は男性ですか。秀氏に聞いてる。まあまあ、業界の先輩に聞いたんですけど。そっか。ああ、
感じ、いい感じ。ちょっと話が見えてきましたね。またそれを構成して。そうですね。構成これ大事ですよ。スタートとりあえず、さらっとオリバーさんに前に聞いた話なんですけど、で、ね、これを見ました、うん、っていうので、これでいい。短くはだからさらっと。そうなんだ。面白いし、まあ、ちょい盛り上がり欲しいぐらい。それをちょい盛り上がりを考えるのはこの、そこは多分第二話どう、雰囲気で物語の冒頭でしょ、さんの、あれをとりあえず最初冒頭あのまま意外とさらっと言った方がいいと思う。後日なんで実はっていうところが実は一番怖いところやから、そこをうまいことなんか今ある私とか竹山さんとかが知ってたような赤い女とかとつなげるとより怖くなる。今めっちゃ作家の怖い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 。もう十何年前なんですけど、OMS っていう荻上町ミュージアムスクエアっていう劇場があって、そこにまあ、ある劇団さんがそのバラシをまあまあ公演をしてると。で、まあ、バラシっつって、まあ、劇場その舞台を設営、じゃあ仕込みか、設営するのにその先輩が手伝いに行ってたっていう時に、まあ、ベンチみたいな椅子席じゃなくて、まあ、一番前の方なんで、その見やすいようにちょっと椅子より低いベンチ席を立てて、ちょっと長いベンチがあって、でその上に、まあ、座りやすいように、そこの劇場で作ったやつかな、その長いその座布団があって、そういうのを置いてて、でまあ仕込みトン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 鑑定やってた時に、ふと見た時にその 長ベンチの上を赤い服着た女の人が、なんか知らないけどトン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 なんて、ケンケンパじゃないけど小気味よく走ってたらしい。でもその時はなんかもう何も気にせんと、まあ叩き中やし仕込んでるし、まあまあ何してんねやろな、本当に失礼なやつやなって思って、何も気にせえへんかったらしいね、ぐらい。1分12秒。おお近い。らしいらしいって終わったら1分。ああ、ゾクッとした。そう、でもなんかそこを序章にしてる。そう、序章ですよね、これ。本があるから、そこをじゃあ、うん、後半する。で、よくよく考えてみたら、っていうことやろ、うん。そう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 。そんなことする人おらへんし、あれおかしいなと思って誰も注意してないしっていうので、おかしいなと思って調べてみたら、実は。じゃあ、そろそろコーナーしましょうか。はい。もう一回オールス行った時にみたいなのがいいかもしれない。そうですね、そういうのが大事ですね。そうだね、うん、いや面白いね。嘘でっち上げてるだけ。ベースはある、ベースはベースはあるけど、よし、行きましょう、行きましょう、オープニングお願いします。アイキャッチ、いやこれ見てのコーナーでございますが、竹山のこれ見てのコーナーです。感激三昧のオンデマンドで配信されている作品を、はい、うん、今日のテーマにまつわる、ね、ちょっと関係する作品をおすすめしようじゃないかということで、まず、1本目は、はい、OMS の作品が、ね、1本だけある。おー、それ怖い。すごい偶然で、秀さんをぼやかして言ってはったんですけど、もう言っちゃってもいいかなと思うんですけど、紹介させた劇団なんで、アゴリダクリムっていう劇団の時の話だと思うんですよ。秀さんの手伝いの話で、要はアゴリ手伝いに行ってくれましたっけね。なんですけど、そのアゴリダクリムの作品で、これはビデオとかにはちょっと販売されてないんですけど、配信をされてるんで、配信されてるやつで、サポロケという作品があるんですけど、これが OMS の、最後の潰す前の公演、一連のシリーズの中の一本でやった作品でございまして、公演の、だから配管、公演配管記念上映みたいな、はい、これをやった時の作品で、はい、最後の、これがだから OMS
入れる、まあ、ラストというか残ってる映像でも入れるぞっていう、はい、なんだろう、お話としては、はい、エレベーターの中に閉じ込められた、はい、廃墟に子供が行ったエレベーターがあって、そこに自分の秘密基地にしてたらある日事故が起こって閉じ込められちゃってみたいな話なんですけど、それと神様をね、自分だけの神様を信じてる子供なんですよ、うんうん、そういうちょっと変な子がどんどんおかしくなっていくのを閉じこもっていくっていうのも普通の友達が助けようとするみたいな話だったりするんですけど、最後は劇場のセットがバーッ全部崩れていくっていう、ね、すごいですね、はい、あれなんで、ぜひ ONS の最後のあれやってくれるとこの劇場やったんやっていうのを思いましたけど、それをぜひもしよろしければ、はいはい、登録してみていただければというのと、もう一つ あるんです、これは DVD も販売中なんですが、僕に行ってますよ、僕に行ってますね、違う、はい、用意しときなさいよ、そうですよね、持ってよ手元に置いときなさいよ、これですあれ、はい、アトリエさんです、ルールマンはい、はい、ゆうすけさんが僕出てます、出てる作品、これは、お話としてはなんか正義の味方風の人、そうです ね結構政治の話ですけど、そうですね、ルールってなんだろうみたいな、うん、自分でなんちゃってヒーローみたいなことやってたら人気が出てきちゃったみたいな話もあったりした記憶があるんですが これが、何かと言いますと、これ石西アタクラで上演された作品でございまして、先ほども言ってたやつなんですけど、なぜこれをおすすめするかと言いますと、実はこれ撮影中に僕がちょっと変なものを言ってた話なんですけど、カメラね、当時まだファインダーだったんで、ファインダーを覗いてるんですよ、撮影しながら本番中に。そしたら画面の横からわっわっって男の子が覗き込んできて、うわっってなって声が出しそうになったけど、ふっってやったら当然何もいないっていう体験があって、めっちゃ笑ってる男の子なんですよ、ちっちゃい。それはその時は回してなかったんですか。回してたんです、回してたんですか。 でもだから帰ってもうその時の映像で作ったんですけど、はい、全然映ってはないんで普通にお芝居やったらしいんですよ、ね、は見る人が見たらそのシーンになったら見えてるかもしれないんですよ。ああ、そういうことあるんですか。あるかもしれないです。その瞬間だけチャンネルあったけど、そう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 でも、おとなしく見といてほしいですね。よりいろんな人に見てもらって、ぜひ見える人を見つけてほしいそう応募してほしい見ました、割とごくごく普通のゆうすけさんが出てる会話シーンでそれが起こったから出てるやんどうすんの共演出てるところで、いや、めっちゃ笑われてるだって笑われてるすごい小さっめっちゃそこそこですよステージを見て笑ってるんだけど、こっち見て笑ってるんだよ、この男の子めっちゃ逃げないでそんな大野さん毎回取りに行ってるのにその時だけめっちゃテンション上がって逃げ入ってるすごいロケが収録されておりますね。いや、いわくつきのこれも限り三昧でも見れますし、DVD も販売中なので、もしよろしければ試してみてくださ、ね、はい、このやつはあれですよ、現読売テレビアナウンサーの辰田恭三君が出てますから。あ、そんな主役、そうですよ、僕の劇団の後輩なんですけど、あ、そうなんですね、そう、読売のアナウンサーです。そんなだけじゃなく見どころがいっぱい、まあ、いろいろね、ありますよね、うん、なるほど。すみません、そんな感じで今日もおすすめはこの2本でございました。あ、ありがとうございます。あ、これめっちゃ怖いですね。そんな怖い話じゃないですけど、だってガーッとしたそうですね、いや、でも単純に普通に、なんかその時はここ人間かもしれないじゃないですか、うんうんそうですか、それぐらい見まごうぐらい鮮明に出てきたってことですね。そうそうそう、それがすごい、男の子って分かったし、笑ってるっていうのも分かったから、うん、とりあえずびっくりして、おっ、ね、顔上げた次に怖くなったんですよ、あれ、あ、おれへんやん、誰もが、うんうん、
れども、まあ、そんだけしかしてないってことはそんなに悪い子ではないんだと思います、ね、そうなんですよ。で、まあ、さっき言ってたその男の子は一心におるっていう話を今初めて聞いたから、今まで聞いたことなかったんで、マジですか、男の子っていうのは知らんかったんで、うわーって、地下に潜伏してんねや。わかんないですけど、でもなんかね、結構遊んでる子がおるっていうのを聞いたことあったんで、それやわ、一緒に遊んでる、遊んでたと思いますか、うん、いやそうなんですね、繋がってよかったですね、受け怖いですずっと俺気持ちじゃなかったってこと、そうね、確実に言いましたね。いやでもそうやって繋がると怖いというのをここで実証されたわけですよね。やっぱり繋がってた、あれ何やったのっていうだけのもんでも、うん、話の裏じゃん、待って、さっきの話を立花君に1分20秒から落ちて、その後にあそれ俺さって言ってえ、二段構え、二段構え、なるほど、それ誰を対象として誰を耳出す対象として、なんかそういう常に手やで、そう常に手やでこうやらせるか、大変しかももう一人の、まあ、泉くんやとして初めて聞いたようなことの始まりせなかったちょっと茶番茶番せないマジでとか言わなあかんねやろやばいんちゃうそうちょっとでも視線の切り替えが怖いっていうのは多分そういうことかもしれない。だからさっきの話は、はい、先輩から聞いた話でされて、はい、次は自分の体験にしたらいいっていうか、はい、で、この間ね裏付けになるんで、複数の人間見たってことになったら多分うん、いや怖いなっていう、じゃあいいじゃないですか、一つ確証がそうですね、有助さんは僕は見たかもしれないそう見た見て見た見た見てた、すごい、おった、なんだこれ見た、うん、見た、何を見たのか、ちょっと今からちょっと話してみようか、あ、オッケー、いいね、スタートでしょ、はい、で、ちゃんと分かれ、泉の昼間に見たことにしたんですよ、そんな話、さっきの、さっきの広介さんが言った話を自分が体験したことにした、なるほど、ね、黒い人そうそこをクローズアップするの当たってもらいたい当たってもらいたいってなっててぶつかろうとしたらやばいってなって、うん、みたいな、え、それでもどうつなげんの、場所が違うすぎてちょっとつなげにくくない、うろめがちな子にしてるんそこまで見てんのそんな素晴らしいものっつってうろめがちよな視覚的にだから同じやつで直感できる特徴があればいいんで、乾杯の服着た、もうちょっとつけます、もうちょっとつけて帽子とかかぶせます、あの噴水の周りの、あの高ちょっと手みたいなのあるじゃないですか、あります、ね、あの上ポンポン飛んでたらどうですか、あポンポン飛ぶ感じを大事にする、そうそうそう、ポンポンつながり周りの人は見えてるっぽい、あんなおかしいなってなったらファってこう自分を見て見るのやめなんでですか怖いそうしたらいいんですか、あなんか寝るのを見てあれってもう忘れてた昔 の先輩の話を思い出し瞬間にいる先に見ようと思って目がパッてこっち見て目がおじゃあ知らん人にそうそうあもう二度と来るんじゃない来るんじゃないで僕はもう泉の人前にあれから行ってないんですすごいそうやもん全部嘘言ってる言ってるあ、ほんまやなあ、見ましたよそうそうそう、言ってましたやんそれ本当に僕ですかうわ、怖い、もう一個怖いのそこまでセットするあ、そうそう実はよく言われるんです泉ひどまで見るってじゃあ、もうそうその人も黒目なんでしょうね、きっと。なんかを、なんかを取り込んで。俺半分残ってるやん、そこで。そう、そこで、そうですよ。手、掴まれた瞬間、引っ張られたみたいな。ちょっと、今も消えないんですよ。疲れたですよ、ね。3年ぐらい。疲れたですよ。言い張るの疲れてるな、俺。劇場に潰れたせいで、そ
そこに移動してきたそこに戻ったということにすれば、そこでつながる。あんまりだから、ね、細かくこうこうこういう理由でっていうのをなしにして、なんかこう、疲れたからこっちに来てたっていうぐらいの方が怖いかもしれない。霊道でつながってるとか、そんなその程度でね。霊道、そうなんだろう。霊の道。霊道。そんなこととかがあったと思います。いいですね。でもなんかそうですね。だからそのワンエピソードで僕のエピソード、まあ僕が泉と広場で見たエピソードがあって、それをリンクさせる何かちょっとした理由がないと別の例かもしれないので、それがつながらないとあかんと。なんか一言ここもらえへんかな、一言一言もらえへん、はぁ、あるやん、ルールマン見た厳しいくらいだから、今の子は白目かもしれない、実は男の子は白目だから、子供の時に交換し合った何それ、ナルト、ナルト突然交換しちゃう、そんな、何を抽象的なのえ、同じ、同じそのことを言うってこと、なんかその関連した人、セリフなり、人、行動なり、あ、そうか、あの、ほんまにあの、あいつなんやって、そう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 でポンポン飛んでる時点で、赤い服着てポンポン飛んでる時点で、あれもほぼやれんか、確証が欲しい、そうそうそう、で、な、見た見たじゃなくて別の角度からのこの理由付けみたいなのが一つあったら、ああそういうことかってなる。OMS、 いや違う、だからOMS が潰れてみたいな、そういうことね。OMS、 例えば実はあれ絶対あれるから採用が できないけど、 OMS の潰した時の何かをそうそうそうに持ってきてる、そうそうそう、実はなその長机が実は泉の広場の浸ってる、浸ってる、あの浸ってる、そうそうそう、今もう浸ってるとか改装して、泉の広場も改装してたよね、しましたしました、なんかだからそのなんか改装した時に使われた木材が行ってるみたいな風にすれば業者一緒、業者、あーそう、業者、業者に霊道はある、いや霊道はないと思います、ただあの業者がその安くあげようと思ってあそこの機材を実は泉の広場に使ってるっていう、今度はそれ冒頭はいやいや最近の業者って抜きでございますしかもそれも冒頭じゃないやん、マテナの最後やしかも古いしね、工事だそういうことだよね、そういうこと、ね、ボルト1本でもそっちに来てればね、うん、そうですよね、あ、そうですね、分かんないですけど、例えば板と、板とかね、うん、できればその、ね、いやでも長机が松杖ってあれなんでできてんの、木でしょ、ベニア、木、うん、ベニア、え、上はコンパネやろ、ベニヤと割れる、ああそっか、コンパネと材ぐらいじゃん、コンパネと材、うん、なんかないかな、そうかな、難しいよね、難しいな、石っぽいな、え、でも石やけど表面だけ石みたいな施工の仕方あるやつ、施工の仕方あるやつ、こう貼るだけのね、ベースは木みたいな、まあまあ、木の方が加工しやすいしね、あでも今は見えてないけど実はその下に木が仕込まれてて、その木が実は OMS のってなったら見えてないけど怖いな、でもまあでもそれでいい、そんなんでいいと思う、実は後で聞いたらそこに OMS のやつは使われてるらしい、それ繋がったみたいな、ああやるやつでしょ、ちょっとやって投げたどうやんのそれ、だから最初にヒデさんの話、ヒデさんの話するやんか、でその、ね、まあまあその俺が体験した、今泉の広場で体験した、女の子はコンコン飛んでる話、コンコン、そうね、黒目がちはいる、黒目がち、黒目がちはない方がいい、悲しみにいらんだじゃん、だからその黒、うん、目あって
って、うん、やばいってなって。であそこに対処したらこれいる若干それ入れたら若干うさくさくなる気がするんだけど逆にどうなんやろクラウマレのなんとかさんみたいな感じですよねめちゃめちゃ変なオカルトがちょっとリアルにしていきたいかじゃあもうそのままスッと抜けます普通に、うん、普通にすれ違っただけすれ違うっていうか自分の体を抜けるおおこうぶつかるって思ったらこう自分の体を透けて抜けていってパッて見たけどいないいないおー怖いですね分かんないですけどそれは舞台ですよ舞台でできないですよ何が欲しいの怖い話演劇怖いですよ判定それめっちゃ難しいマクダットカフェ第プロジェクションマッピングとかと一緒にやったらいいホリーずっといてずっといてマグナットカフェ第20回公演赤い人ね赤い人すり抜けてぶつかると思った瞬間すり抜けるのそのぶつかるっていうアクション的な部分を出してうん分かる言うまとめてるからいろいろまとめてるからまとめてるいやちょっと待って分かった突然俺だけぶつかった方がいい僕らが僕らがつまる俺はぶつかった方がいいヒデさんはぶつからんでいいヒデさんはあのままでいいでもその時にヒデさんじゃないけど誰かがぶつけがああなるほどねいやでもちょっととりあえずそれにあ俺のやつ、うん、そうえ全部えどういうこと今全部通すってこといっぺんちょっと通し通しに通しもう覚えたあーすごいなぼちぼち覚えた覚えたうんちょっと通しやってみようわかった通しやったら通しやったらえわからんかった本持っていいいいよいいよあーマジでありがとうじゃあ行くわじゃあ控えそうですねキャップはじゃあ客とかじゃないよ永遠にその怖い話するときってさ別に演劇の人やからそうですねそういう感じでやらなあかんかなあ、そうじゃあその時に予測ペーコンあんまり言えてきた何を想定してんの俺がこの話をどこでやるっていうなんか最初ここですよ客物語に出ることをあいつ怖い話持ってるらしいぞっていう噂を広めてその元は怖いかすごい伝説そんなんこれ見たら全部嘘やってるあいつら嘘つけたぞ元々秀吉の話やぞってなるやんか噂で聞くから最初はあそうなんです噂って怖いなって探って言ってもらうのよお客さん、うん、で最後にこれ見て、うん、あ嘘やってこれになんか映ってるんですよそうそうっていうねいやそんななんかめっちゃ怖いけどそうそうそういやもうなんかいや落ち着くしこれが切れたんですけどねあおえちょっと怖いなとまた切れたやばい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 いやこのビルも絶対おるでだってちょっとそんなん言うのやばいだって上の階とか考えたら絶対ここってめっちゃ夜ちょっと待って待ってビルでしょあんまり寝てるんでおお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 おめっちゃおもろいめっちゃおもろいあ、しまった俺これあれ俺帰ったの何言うんですかさっきお守りもらったんだけど多分このビルも集まるビルでしょこれなくなってたらやばい上のんとか絶対人の10年とか絶対たまれると思いますよ持ってはいますちょっとあるといいそうですね、うん、お長い通路でそう怖い一本通路です曲がり感もないし怖い話いやー、本格的になってきました。いやいや、まあ、僕の聞いた話なんですけど、あの先輩の話なんですけど、先輩がその昔扇町ミュージアムスクエアっていう、まあ、扇町に劇場があって、すごい老舗の劇場があったんですけど、そこに先輩の知り合いの劇団が公演をすると。で、この先輩がその上のまあ、鳴らし、じゃあ仕込みを手伝いに行くって言って、
まあその設営、舞台セット設営とか音響設備とか照明機材とか設営に手伝いに行くって言って手伝いに行ったらしくて、でまあその時にまあ仕込みをしてたと。でまあその大家町ミュージアムスクエア の, その劇場の作りとして結構自由に使える劇場なんですけど、まあ長いベンチ席みたいなこう四角長四角でちょっと普通 の, その折りたたみ の, 座しあの椅子よりもちょっと低めのベンチ席をまあ一番前に並べて、でその後ろにあの折りたたみの椅子を置くっていうのがまあ定石の。その舞台の作り方をして、でまあそれを並べて、でまあそこにまあ劇場が用意してたその、長い座布団、その椅子、そのベンチに合わせた長い座布団もあってそれを敷いて、でまあそこは終わったと。でまあまた別のとこやろうかつってカン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 やってた時にふと見た時にその長いそのベンチ席の上を赤い服を着た女の人が。なんか知らんけど小気味よくピョンピョンピョンと跳ねてるというのを見て、で先輩何も何も気にせえへんかったらしくて、お何してんねやと、こんな仕込みみんな仕事してる時に、なんかもう不常識なやつやなと思って、まあまあでもあんま気にせんと、まあ、仕込みせなあかんし仕込みしてたっていう話を聞いたんです、うん、で話は変わっておかしいなここえ、うん、でまあまあその話をずっと僕聞いてて、ああそうなんやと思って、でまあなんか聞いたら、ん聞いてて、まあそうなんやっていう話、おかしい人いますねっていう話をしてて、でまあまた別の時に、もうそれからだいぶ経ってからなんですけど、泉の広場、もう泉の広場におって待ち合わせしてたんかな、で怒ったんですけど、でずっとぼーっとしてたら、結構待ち合わせ遅れてて、まあ、連絡もらってたからまあまあええかと思って、ぼーっと噴水眺めてたら、赤い服着た女の人が、その噴水泉広場ってあの周り石畳というかなんかかっこいいあるじゃないですか、その上をトントントンって歩いてて、僕もその時に何も考えないとぼーっと見てて、何しないと滑って危ないなと思って、何しないと思ってて見てて、ぼーっとしてたら急にこっちを見て、そのままトン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 ってなんか寄ってきて、うわって掴まれた。でもその時にやばいと思って、なんか分かれへんけどやばいと思って逃げなと思ってグッて力入れて逃げようとするんだけど、めっちゃ力が強くて、うわ逃げられへんってなって、どうしようと思ってパッて目見たら目真っ黒な、もう黒目しかなくて、うわと思って、あこれあかんやつやと思って、でも体動かへんしどうしようと思って、うわと思ってしてたら、急に別のもう一個の子の腕ブワーって掴まれて、で引っ張られて、その人にブワーって引っ張られて、駅東梅田の入り口の方かな、あそこまでグワー引っ張られて、もう何が起こったか全然分からへんから、うもう、ま、もう身任せでブワーって引っ張られていって、でその人が何か言うには、まあたまたま僕見えるからよかったけど、もう行ったらあかんでやばいでっていうふうに言われて、あそういう感じのやつやったんやと思って、その日は終わって、でふとその思い出した、さっきのヒデさんの話、ヒデさんって言うけど先輩の話を聞い思い出して、ああれ赤い女の人がトントン飛んでるっていう話で、あれと思って、その見てるなと思ってて、ほんでいつやったかな、なんかその当時 OMS にのスタッフ出入りしてたスタッフさんと飲む機会があって、その飲んでる時にあの OMS 潰れたと泉の広場改装してた。実は OMS のその長机、そのベンチの木材とかがあの改装してる、そのベースの下のなんていうの、石の下のベースのものに使われてるみたいな話を聞いて、
ああここに来たんやなみたいなのを思ったっていう話です。おー長いまとめてくれよ今ね、6分ぐらい、あ5分半ぐらい、いやでも、ようまとめてまとまってたようまとめたね何褒められてんのよくできましたみたいな。そうそうそう、ちょっとね、つなぎが順当すぎるんで、やっぱり間ぶったりとかがいいなって思うね。すごいすごい、テキストレジが始まった失礼しました。あとはやってやって、もうやって提携しておきな。その秀さんの話が終わった後で、それを覚えててからじゃなくて忘れてたことでいいので、後でそう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 そあの時のあの話、そんな話聞いたことあると、ふっと何年か思い出したのから、その時に女の子をこっちを触ってみたっていう展開にしたら、ああ、いいかもしれない。なるほどね。で、あれですね、引っ張っていかれるのを採用するかとかですね。とりあえず入れましたけど、確かにすごいサスペンス感はあんねんけど、そっぽくなるやろ。秀吉さんの時はポンポン飛んでただけやのに、ここでガッて来られて、ちょっとじゃあそっちはポイジーな感じ、飛んでるだけにする、いやなんかでも目があったらなんかどっちが欲しいですね。目があったらなんかやっぱり本当に飛んでたみたいに意識を失ったみたいな。まあだから一セリフとかないですか。そこ突っ込んでこいで意識を失ったのに、ああそこ当たる前に、当たる前に気を失ってしまった。目あってこっち飛んできてやばいと思ったら、でパッと見たら誰もいなかった、いなくなった、誰もいなくなったでいいんか、でいいじゃん。で後日飲みにその人に行ったなの話ですね。そうトントントンって言ってる、それなほど時間も多少減るし、細かい説明がない分逆に怖いかなっていう。突然入れてしまってます。いえそんな。なんて言うかな、なんか収まらへんわとりあえず落ち着けな。あと、いやなんか最後、最後欲しいな。何よ、自分なんて考えへん。言うなよ、俺頑張ったよ。怖いわよ、どんだけ欲しがんねん、お前。自分で考えろよ。最後欲しい、セリフ何が欲しいの、セリフ、その、言う抜けた時とかに、なんかちょっと、なんか未来で待ってる。時をかけるでしょ、ね、わけわからんことが見てもんですよ、言うの。あんまり質問があってないことが見てもんですよ。あのね、どう覆して。あ、みたいな。あでもなんか本番かなとか、そういうの。そうですね。仕込みに関わる。何か、ウェイティングっぽい。ウェイティングっぽい。やっとなんか別のことするんですよ。あ、そうか。ジャジャジャ高い女の子、ちょっとあめっちゃ考えてるんですけど今すぐ出てこない、なんですかね、髪毛だあそうだから本当はあそこにいたかったけどこっちに来てしまって、髪毛どっちって怖っ、うずっと回ってて髪毛どっちって怖っ。そう、でも、こっちに凝らさされちゃったから、楽屋から行く途中に何かの不慮の事故で死んじゃったのか、まあ、っていうのもあるし、そのもう公演中止やんか、事件やん、事件やん。だから、ずっとその、なんか楽屋から出ようと思ったら、その長い椅子のところでつまずいて死んだと。違うやん、なんで客席出てきたんってなるやん。じゃあ客席から出てくる、いつかながら出てくる感じが赤い服着て。ちょっと不幽霊が劇場が好きで滑っただけとかでいいんじゃないですか。あいつも見に来てたのに。死んでから霊体となってからそこについてただけで、そこは大好きだった。
イベントして大好きやった。でも帰るとこなくなった。そうですね、帰るとこなくなった。あ、いいですね。いいですか。そこでの一言っていうのがね、結構難しい。何を言いますかね。でももう帰れない的な、ね、そう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 。でそれで劇場にまつわってて、しかもちょっと怖いけどなんか切ない。あ、切ないいいですね。うん、切なくしたい。うん、ってなると、うん、椅子が難しいんですよね。なんでピョンピョン飛んでたんですか。楽しいから多分。そうですね、幽霊とか。いや、まあ、でも仕込みでね、ピョンピョンしてたってことは、まあ、多分楽しかったと思うんですよ。でもお手伝いさんって言ってたから、年齢的には別にそんな子供ってわけでもない。形とかそこ、うん、大学はちょっと待ってください。何学部やろ。何か。あんまりね、あんまり人間の感情みたいな感じでも面白くないですね。さらっとしてる何かやけど、深く考えるとおおっていう。めっちゃ難しい、そういう言葉が一番。神手どこぐらいの勢いで、確かに神手どこぐらいの勢いで、神手ってどっち？なんかちょっと業界用語を知って。そうか、じゃあガーってこっちに来られて、耳元で神手どっちって言われて怖くなって、ってなったら、まあ90万でパッてなったらおらへん。そうですね、そうですね、そうですね。聞かれてパッてなったらおらへん。そうや、ほんなら、そこの幽霊っていうのはその段階で、もいもいさえ本人が分かるし、最後の説明で、あ、それで来たんやっていうのもすっきり、めっちゃまとまった話になる。うん、分かりました。じゃあ、マネージャーさん、じゃあ、立花君、なんかそういう話ある？もう一回、もう一回、まさか頭が痛いよ。結構つかんぜ、力を。これどうなるのね。いけそう。え、何分、何分に終わるのこの番組。そこはね、あと15分くらい終わるから。もうちょっと待って、うん、そうしよう。もう今日俺のコーナーなくていい。あれコーナーやりますか。使える演劇いいですか。使える演劇も結構使うのよ。そうなの。使うよ。そんな。で、5分休んどいてやる。分かった。じゃあなんかちょっと、うん、別の話しといて。今一番の流れとしては、はい、そうすると秀吉さんの話があるでしょ。先輩の仕込みの話があるので、本当にその OMS で仕込みしてたら、全然手伝わないので、長作りの意見も飛んでるかえって女の子がいた。実はでもその女の子はその座組にいなかったっていうのは多分言ってた。ああ、関係者ではなかった。なかったっていうのを言ってた。うん、そんなんやってもありますし、ね、うん、ヒデさんの怖い話はそのまんまやった子がいて、そこでね、その次の休みの件、その子でガチャメ、それ聞いたことない。優しさやん。じゃあもう今から会議したことは全部俺踏まえへんから。何にも踏まえへんから。で、ある日何年か後に、あとに、うん、まあ、ちょっと泉の広が行きました。あ、じゃあ何年か後にって言うじゃなくて、あれか、だからその劇場を潰れて、あ、そうね、潰れましたわ。そっか、でその話聞いたけど、まあ、でも劇場は潰れて、泉の広がました。なら、何でしょうか。パッと目が合ったら、ぴょんぴょん飛んでるものがいる。そうか、待ち合わせしてて、時計を見て、しばらくは普通に見てたけど、時計を見て目を上げたら、ぴょんぴょん飛んでる女が、さっきまでいなかったのになぁぐらいに見てる。こっちを思い出す。はい。思い出したらレガーです。そう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 。それちょっとガイドラインのことにちょっとカンペ置いといてくれ。すぐやんのが役者や。これをね。これできそう、覚え込んで。大丈夫。できてもできんの。大丈夫。大丈夫なパターンの企画やから。分かった。でもそういうふうに噛みついてはしてな。何ですか、そう。大丈夫。ハワイトークや。
見てたら、どんどん思い出した瞬間に目が、向こうが意識があって目が、ね、だからそう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 、思い出して、で、こっち来て、で、目がやばいってなった瞬間に、髪の毛で、こっち行って、あって気づいたら、その髪だから、あ、怖い、怖かった。そこから後日ダメで、飲みに行く、よう突然飲むこととか俺言ったそれすごい、すごいなるほど、大事なんですよ、さあさあと思ってたらどうだな、そこの君の部屋はどうだな、その流れの分数がつけ対処されるらしいよと、なるほど、帰りましょう。すごいな、この話ほんまに、ほんまに使ったことになりそうです、うん、まあ、そうです、ね、ところがなくなっちゃった、なんか言わへんもいいじゃん、使ってたらしいで、で、終わった、あとは想像させる、ただお客様がいいんじゃん、考えていた、うん、あれですね、あのもしだったら泉の広場、この話が出てない泉の広場に行く人があったらちょっと一救い手つけて、お嫁さんの前行く時にピッピッてやってあげたよみたいな、なんか一つの習慣を水を儀式を作っちゃう、水を返した、何もないのに、何もない全部でっち上げてるのに、ほんまにやる人だったらどうすんねんそうなったらベストですよ行列的に出てる人は見に行ってやっ80ぐらいのちょっとつける人何のでもそうやって伝承ってできていくのかなかもしれない、そんな感じそうそうそう、ね、そうやと思う、話のまとまったところで、いや、リュウスさんありがとうございます。あ、いいいいいい、何を申し訳ないです。じゃあ、立ち上がるかな、そんな話、はい、ね、今みたいな話って言ったりするうん、あれ、あれ、あ、すごい、そうそう、うん、いや、先輩に聞いた話じゃないけど、うん、なんか、うん、今も潰れたんですけど、うん、大井町ミュージアムスクエアって劇場あったじゃないですか、うん、大井町に、うん、あそこに、まあまあ公園のそのを先輩の先輩かなの劇団さんが公演をするというのがあって、でまあ僕の先輩はそれのバラシ叩き、仕込みか、仕込みを手伝いに行ってたというのがあったんですって。でまあまあ仕込みなんでかコンテンカンっていろいろやるんですけど、 OMS って結構フリーなスペースで、その客席とか舞台を自由に組める場所で、でそれに合わせてまあその折りたたみ椅子と、あと一番前の方に、まあ、地面に座るのもあれやから、あの長いベンチ、ちょっと低めの長いベンチっていうのが劇場に常設されてて、で、まあ、それを舞台の基礎を組んで、で客席を作れてたんですね。でまあその長いベンチと、そこにその長いベンチ用に座布団、それだけだとお尻痛いから座布団があるらしくて、で座布団を引いて、でまあ客席できたっつって、でまあまあ他のとこでやろうかっつってと叩いてて、でふっと何も見気にせんとパッて見た時に、その長いベンチの上を女、赤い服着た女の子がなんかピョンピョンピョンって飛んでなんか走ってた。でその時は叩いてて、まあ、いろいろ、まあ、叩きって時間ないし、まあ、なんか気にせんと、何をなんか非常識なことしてるやつを叩き中にと思って、まあまあ、何も気にせんとタントントンと叩いてて、で、まあ、叩き終わって帰り際に、なんか非常識な人いましたねみたいな劇団の人に言ったら、でその子おらへんで、赤い服着てる子とか受付とか手伝いに来てないでって言ってたらおかしいなっていうのがあったらしい。で、まあ、OMS ってもう潰れてるけど、で、まあまあ、で、僕が、まあ、だいぶ経ってから、まあ、泉の広場におって、で、泉の広場で待ち合わせしてたかな。で、まあ、待ち合わせの人がちょっと遅れる、15分くらい遅れるっていう連絡があって、まあまあ、ええかと思って、ぼーっとしてて、で、まあ、噴水ぼーっとして見てて、で、
仏見て、あと5分6分かなと思ってパッて噴水の方見たら、赤い服着た女の子がトン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 とその泉の広場って噴水の周り石畳になってるんですよ。あそこバーって走っててトントントンって、あ歩いてるわと思って、危ないのになって、あの 水もあるやとして滑ったらハマるし、ここは危ないなと思って、何も気にせんとボーッと見てて、やめといたようにと思ってふっと見てた。でその時にその先輩の話を思い出して、あれと思って、そういえばそんな話してたなって思った瞬間に、その女の子がちょっとこっち見てふわって寄ってきて、そのままで、うわやばいと思って、その話を聞いててその子やから、あええー、と思って、でも動かれへんくて、ぶつかるぶつかると思うんだけど全然動かれへんくて、うわうわ寄ってきた寄ってきたと思って、ふって耳元で、髪手どっちやったっけって言って、うわっと思ってゾクゾクってした瞬間に、その子がおらへんくって、あれと思って、でその時はもうそのまま終わってて、でまた別の時にその当時 OMS に出入りしてたスタッフさんと、まあ、飲む機会が出て、でちょっと話してたら、あのちょうど OMS の潰れた時のその平台とかそのベンチの材木とかを泉の広場を改装してて、で泉の間の改装のその石畳とかのもっと下のベースでその OMS の木とかが使われてるっていう話を聞いて、あー来たかなみたいなっていう話でございます。あーどうなんやでもまとまったら来たような気がしますね、うん、じゃあ4分半短くなったし、じゃあこれを明日から稽古して、あ、テキストにあげちゃって、そうするとトライアル、来年のトライアル、これやる、今年俺出るから、もうそれ作品変わってます、勝山修平それはあの勝山さんに相談して4分半やからちょっと入れてもらえるかも大丈夫だよ、うんあのね、B とか出るところの前にやってから変わるいやいや、この気持ちが多いもんでございますダン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 で、ファンタジックな曲かかんねやろ、それで B が終わったら全然、何やったん今のここやし、何やったん、もう11月やのに、はいそんな感じですかね。いや、これ何やったのこれ。立花君の高い女の話。ちょっとじゃあまとめてきて、今。分かった。うん、それはもうちょっと。脚本は宮崎さん。ダメですか。分かった。演出してくれ。分かった。もうすぐ長くしてください、じゃあ。そうっすね。30分ぐらいしといて、ずっと喋ってずっと座って喋ってなんだよ、稲川淳二になりたいDVD にしてね、ここでじゃあ感激三昧でも流してもらおう、そうですね、ちゃんとだからね、暗い照明もらって濃いな濃いなと思ってたんですよ、そうですね、あ、なんか変だな、そうですね、私は言うんですけど恐怖物語みたいなコーナー、バカ一番バカバカ野郎一物語一個しかないからそれだけもうちょっと作ろうよ、じゃあ、はい、じゃあそんな感じでいいですか、はい、わあやっとなんか初めて5回目にして企画っぽいことできました、ね、ほんまですね、うん、おー何やったんこの時間いや楽しい時間、ね、どうやって物語は作られていくっていうか、まあ、物語っていうか伝承っていうもの自体も、うん、こういう風に作られてたんじゃないか、で今やってた実は行為自体は結構演劇的な部分というか、
なんか物語があってそれを再構築するっていう、うん、いろいろな、いや原作近藤秀司、原色脚色演出とかみんな演劇的に対談をそういう感じを作っていくっていうのが一応コンセプトでやってたわけ、ね、うん、そういうのしたのかもしれない ね、なんかね、その応援ですってお前にそういうことあったのかなっていう劇場だから、いやあったでしょ、応援ですなんかありそうだけど、場所的にもね、そういうところもねまた触れられたらええなとは思いつつ、どう地盤ものがなんかねあって、じゃあそこでもう基本的にハイホールで時代劇の活躍とかちょっとダンスシーンとベルトそうバカだ、今後はちょっとプランとして研究していこうかな、ダンサー、そう出演者、そう出演者、ダンサーマイコマイコさん、コーナーはいいですか、え、コーナーもうやりたくない違う、もうようなコーナーをこうなんていうの、力でねじ伏せる力がな、もう残ってない、うん、だってもう俺のコーナーは力押しのコーナーだから、え、一回やる、ちょっとどんな感じやったかだけ見たいですけど、一応僕これコーナー、ジョーマンのコーナーがあって、はい、演劇、使える演劇、いや、あるんですか、え、やる、もうだ、ええじゃないから、とりあえず僕が帰ってきたスリーがあります、この演劇の、はい、もらいます、あります、はい、オペラ座の怪人から思いのほかに醜いだろう、はい、これね、まあ日常的にね、はい、使うとして僕が言うのであれば、はい、どんな感じですか、ちょっと言ってみてもらっていいですか、思いのほかに醜いだろうぐらい、普通にいい感じじゃないですか、うん、これなんでどういう時に言うかっていうと、ご兄弟が亡くなった時で、できれば双子の弟がいいんですけど、その時にまあその一緒に仲良くしてた女性かな、幼なじみの女性、ご兄弟が突然事故で亡くなった時に、仲良くしてた女性と一緒に現場に駆けつけて、この白いのかって撮った時に、緑思いのほかに醜いだろ死んでるんだ、弱点に今日何使ってほしいっていうのが今日最低です、どうだ、よかったです、ここに立ちされました全然勝ちされましたっていう、いいですね、そういう甲子園もね、そうそう優勝しました、そうそう大阪桐蔭がね優勝しましたよね、よかったですね、これがいいね基本的に、ね、親父ギャグのコーそうそうそう明日から皆さん使ってください、あーなるほど、そうそうそう、ご兄弟が亡くなった時は作ってくださいっていう、ふざけてんのかそうそうそう、できれば双子の弟って言って、もう気づけよなと思ってクスクスってきて、で幼馴染の女性って言った時にもうこれやっていう、もう気づかせといて言うっていうパターンで持てこうって思ったんですね、ありがとうございました、巻いて巻いて、いやまあそんな、あ、はい、すごい面白かったです、本当こうして都市伝説は生まれていくのでしょうね、ありがとうございます、ありがとうございます、じゃあ本番に作っていかないといけない、いつかみんなが水をくしゃくしゃやる作っていかないですよね、喋っていかないと断ることに俺それ言っていかないそうですね、いや見たでとか言われるんやろ、いやあの先輩がね OMS でって言ったら、あそれ見た見た、やめとこうってなるよ、じゃあお願いします、全部俺の先にいいや、とりあえず今回はこんな感じで、はい、告知とかあります、あ、僕告知あります、あれ、あ、向こうに貼ってあるけどあれ取れないですよね、エヌトランスフィッシュ奇想本能、本能、はい、あの英語で奇想とか、そうなんです、アルファベットで奇想って書いてあるやつ、9月の26、7、8かな、
9ぐらいまで4日金土日月と、福島 ABC ホールでやっております。はい、よかったらぜひ見に来てください。今回主演が劇団かわいいの波沢隆さん。主演で意外。僕はその波沢さんのなんかナビゲートするような役で、今回はね、Nトラでは初めてよく喋ります。あ、そうなの、うん、ダンスのイメージが強い。そうそう、Nトラって基本的にダンスなんですけど、まあまあ喋るシーンもないことは毎回ないねんけど、今回僕ずっと喋ってなくて、あんまり今回よく喋る役です。あとはご存知の方も、まあ、おられるかもしれませんけど、11月の末に、インディペンデント14の一人芝居やらせていただきますので、もしよろしければ、山が動いたよろしければご来場ください、はい、よろしくお願いします。明日なんですけど、はい、千日前トライオというライブハウスでみんなで吹き替えマニアが昔撮ったテレビの、ね、録画を見ようじゃないかという、企画をやっていまして、明日は金曜ロードショーの第1回放送だった「レジャース失われたアート」みんなで楽しもうじゃないかと。インディ・ジョーンズというタイトルになってないやつですね。レジャースの頃の、はい、村井邦夫さんとか戸田恵子さんが声をやって、はい、録画したやつをみんなで、ね、ライブハウスのスクリーンで見ようじゃないかという。いやいや言いながら、はい、もうツッコミアプリで、もうね、なんか前回、先月もやったんですけど、第2回もやったんですけど、先月はバックトゥーザフューチャーの小田裕二さんと宮城裕二さんのやつでやったのが、もうものすごい盛り上がりで、会場がびっくりしました。その吹き替え師としての小田裕二はどうやったんですか？小田裕二ですね。小田裕二が出てるようにしか見えない。マイケル・ジェームズか。小田裕二にしか見えない。ことじゃない気がする。なんかタイマー作ったってのみたいな。チャラチャラした。チャラチャラした。いや、いいっすね。なんだこれは。もう、それでもうみんな、うわー、拍手とかで。もう、ワンプライマックスとかで。すごい。でもみんな、磨くってるから、覚えてて。覚えてる。知ってますからね。時代劇みたいに、こう、分かってる展開で。お父ちゃんがもう、バーンって、ね、書き出したら、みんなが拍手で、うわーすごいライブハウスに突っ込んで、ビフが声だめに突っ込んで、うわー、そういう盛り上がりイベントが、レイダースの皆さんね、もう何でもご覧になってる方も多いと思いますので、一緒に、イエーイいいじゃないですか。明日、8時でございます。参加費がかかる。番組付きで2000円でございます。よろしければぜひ見に来てくださいっていう。はい。でございます。はい。あとは小山先輩。はい。何とかなんか11月ぐらいにあるけど、11月でかいっす。これ11月の話してたから。水星マジックさん。あ、せそうに出ます。ね、出演ですか？なんか出なあかんと思って。火曜の劇場、火曜の劇場、今なんか3ヶ月連続で9月、10月、11月とやってるんですけど、水星マジックさんが、まあ、昔なんか1年通して出るとかね、月刊水星マジックになって、それで3ヶ月バージョンまたやるみたいな、それの3つ目のゲストで出ます。はい、ヒーロー、ヒーロー、ヒーローってなんか戦うやつ。そうそう、あのヒーローが国家公務員だっていう設定の話で、1回目のやつも確か集まらない。1回目のやつは僕は、まあ、短編集の最後の話で、まあ、主役ではなく僕はちょい役で出てんけど、まあ、現場にはいた。別の作品に僕は主演で出てたんですけど、まあ、割とコミカルな作品。そうそうそう、水星らしいイメージではない作品。昔の感じの、昔さ、なんか結構勢いで、いやーっつっていう感じの。それくらいか。それ何月って言ったっけ？ 10 月じゃない？え、10月？あ、でも9、10、11か。それぐらいです。はい。月間で。あ、12月。これも、いうことないか。12月に、前この間、ぼっちゃんを僕なんか、9月ずっとやったでしょ。あれになったらなんか、大学でやります。すごいね。役員大学の行動で。
そういうのフェスティバルみたいなのがあって、うん、それ1日だけ。へえ。それは一般の人も入れる。もう無料らしい。へえ。はいはいはい。じゃないけど、なんかその地域大学から、そうそう大学から。そうそうそう。最近ね、大学が金持ってるらしいですから、ね。日大も CM やってますもんね。日大はね、学生数すごいですね。まあ、大学とかについては、まあ、一切何も言わないです。そんな感じでやってます。そもそもやってます。あ、そうですか。じゃあ、ゆうさんは、今ちょっとお休み中でして、まあ、ブログ活動ですね、今年いっぱいは。来年にはちょっと再開しようかなと思ってまして、今のところ決まってるのは満月さんの、はい、満月動物園。3ヶ月連続公演で、5公演。で、その中の本に出させてもらう予定には今役者さん、役者さん、こっちの方は、こっちの方は、まあ、自分でやろうかなと思って、その時に書こうかなと思ってますけど、まだ、まだ見てるんですもやっとしてます。またちょいちょい、あ、ブログで、いろいろ告知します。ブログ見てください。もう、お願いします。赤い女って書いてます。今度使えちゃった。今度使え使え、もうみんな使え。そんな感じで3人で。はい、じゃあ次回、次回、次回どうしましょうかね。何の話しましょうかね。知りませんぞ、そんなもん。ありあり疲れすぎですよ。そう、現場だからね、僕は。僕は現場仕事でしたわけですよ。どっかた一人でやってたわけですよ。でも9月やから、8月から怖い話ですよ。そう、季節的なあれでいきますか。あー、昔で言うと、ね、でも、なんだろうな、5月って何もないですね。芸術の秋、ね、上10月じゃね。でも9月でもいいか、あり得る。まあ、残暑きついですけどね、最近。そうか、残暑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 といえば、残暑といえば、何もないですね。何もないですね。まあ、あのネタに上がってたら、なんかね、あのやつでいろいろまたあれ引き出してやりますよ。ね、ちょっと食べれたもんね。決まってません。何も決まってません。候補あるんです。ツイッターなどで、僕あれやりたいかも。一回二つ買ってるかもけど、あの恋愛と演技、あ、やってみましょうか。そうですね、行きます。なんで2ヶ月連続で全然どうですか。そうですね、ちょっとそのぐらい盛り込んでみます。行きましょうか。人恋しくなる季節ですもんね。はい、そうですね。乗らないでください。乗らないでください。適当に乗っかる。乗っかとけみたいな。ちょっとじゃあその方向で考えつつ、まあまあ、ツイッター、竹野さんのツイッターなりなんなりをチェックしておいてもらったらいいかなと思います。じゃあ本日の日はこれで終了でございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。あ、それがおる来月。